はい、こんにちは。 JBS 武蔵野志保です。 JBS 武蔵野豊田です。はい、じゃあ今回の動画なんですけれども、トスアップっていうんですかね、コーチが下から投げて打つっていう練習があると思うんですけど、はい、これについて注意点と、こうやってやると効果的だよねっていうところをちょっと話していきたいと思います。はい、前提として思ってほしいのは、練習ありきじゃなくて動作の改善を目的とした手段っていうふうに考えていくと、その辺りがだいぶ整理されてくるかなと思うので、はい、お伝えしていきたいと思います。気をつけていきたいことの一つとしては、差し込んできてしまうというパターンですね。そうするとこっちから投げてるんですけど、逆にこう詰まってしまうので、投げてる方側に飛んでいったりとかしてですね、逆に危ないっていうこともありますね。で、緩いボールの弊害についてなんですけれども、こうふわっときてしまうので、バットがですねどうしても下がってきがちっていうのがありますね。バッティングにおいては、前の方がグッと顎に来てスイングをしていくと、今度後ろ方が顎に来ますね。で、この時に少しひねられているものが戻されてくる。この動きがあることによって、バットがスッと前に行くというような動きがあります。詳しくはその概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってください。コースも基本的にはですね、インコース高めを少し練習としては多めに入れた方がいいと思います。まあ、これは目的にもよりますけれども、胸郭胸椎肩周りの動きがスムーズにスッといくと、インコース高めにきちっときます。こう来てスッとインコース高めに出てきます。なので、外だったりとか、その真ん中ばっかり投げてるとですね、どうしても少し胸郭胸椎の動きが不足していたとしても、まあ、打ててしまうということにはなりますね。で、そういった選手の特徴としては、真横から見た時にスイングの軌道が打った後が一番下に行きます。これは打つ直前ぐらいに来るっていうのが理想なので、これが一つチェックの大きなポイントになってくるかなと思います。はい、じゃあですね、まずちょっと差し込みすぎてですね、スピードがありすぎるパターンですね。はい、今のようにですね、かなり食い込んできますし、投げる角度によってですね、かなり打ちづらくなります。なので、どれぐらいが打ちやすいのかっていうことを相手に聞きながらやってみましょう。次はですね、ちょっとふわっと来すぎてしまって、バットが下がってしまうパターンですね。で、これも繰り返していけば芯に当てることができるので、ある程度いい当たりを打ってるんですね。ただそれは決していい動作でいい当たりを打ってるっていうことではないので、そこに注意をしながら考えていくということが大事かなと思います。特に小学校ぐらいでは多いですね。はい、次ですね、トスする人の位置ですね。今かなりですね横側からいるんですけども、横側から来るとですね、打ってる側はインステップしやすい傾向が出てきます。グッと入っていくので、どうしてもその後骨盤が回転をしづらくなってしまって、上半身の回転の動きっていうのもスムーズに取れなくなります。少しダウンスイングで終わるというような傾向っていうのがあります。それもチェックのポイントとしては、横から見てですね、打った後スイングがどうなってるのか、これをチェックのポイントに使ってあげるといいと思います。これはちなみに目の使い方もあまり良くないですね。通常であればこう全体を見て予測をしてパチンって打っていくんですけれども、じっと見てしまうので、目の使い方や機能的にちょっと違う使い方になります。またですね、集球ネットの後デメリットというところなんですけれども、まあ、距離にしてだいたい 2m とか 3m とかそれぐらいで打っていくと思います。で、その集球ネットの丸のところにボールが入っていくっていうことは、ほぼですね打球の角度がゼロです。何が伝えたいかというと、かなり上から下に行ってボールの下をこすって、そのまままっすぐ飛んでいくっていうような形になります。なので、かなりダウンスイングの練習を何回も繰り返してしまって、ボールの当たり方もですね偏って当たってしまうというところが起こってきます。なので、たまにロングティーを入れたりとか、まあ、スタンドティーで打ってみてちゃんと角度が出るようにしてみるとか、そういったその工夫っていうのは必ず必要になってくると。もう一つは予備動作をちゃんと入れてあげるということですね。そのままポンと投げてしまうと、打ってる側がですねなかなかタイミングが取れなくて、かつ低学年だったりするとなかなかフォームを作れなくてですね、いい練習になっていかないというのもあるので、少し前に出してあげて予備動作を入れてあげるだけでもリズムっていうのも少し取れてきます。ここからですね、どういう練習が効果的なトスになっていくかということをお伝えをしていきたいと思います。一つはやはりインコース高めですね。これは先ほど言ったように、肩周りの動きがしっかり出るとインコース高めが出てくるので、回転が不足してしまうと外角とかもっと下がったところに出てきます。これは詳しくは概要欄の方を見てください。はい、次にですね、真ん中低めのボールですね、これを打つっていうのがあります。少しボール球ぐらいの練習です。でこれはなぜかというと、体重移動の練習になってきます。軸足側に体重がかかって、ぐっと前足側に体重がかかってきます。でその時にまだ胴体っていうのは回らずに残ってきます。でトップも残っていきますね。腰が進んで上半身が残る動きを JBS 武蔵としては上下分離などというふうに言いますね。これは真ん中低めを、例えば分離の動きが少ないとそのままくるっと回ってしまうので、低めのボールっていうのはかなり腕で対応する、もしくはこう崩れた形ですね。今回はこれは回転はあまり意識はしないんですけど、前の低めが打てるということはしっかりこの分離の動きっていうのが実現できていきますので、ある程度これがあとセンター方向に飛んでいくっていうのも大事ですね。これは、回転がすぐぐっと始まった状態でいくとヘッドが返るので、ボールの外側に当たりやすくなって、右バッターであればサード方向、左バッターであればファースト方向っていうのが多くなってきます。なのでちょっと前の低めを、ライナーでセンターラインに打っていけるということが体重移動のいい練習になってきます。はい、次にですね、真ん中低めがうまくできてないパターンやっていきたいと思います。こういう感じでとか、こういう感じで止めてもらって、こんな感じでいきたいと思います。過去にですね、トスのやり方、効果についても詳しく解説している動画がありますので、これは概要欄の方に貼っておきますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。それでは今回の動画は以上となります。JBS 武蔵では、LINE、Twitter、その他 SNS を使って情報配信をしております。概要欄から登録の方よろしくお願いします。いいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。